どうも、トソです。本日、毎日更新300日目です。皆さん、いつも見てくださってありがとうございます。今日も、リュウジさんのバズレシピより、至高の豚キムチを作っていきたいと思います。玉ねぎを4分の1使います。盛り付け用のネギも切っておきます。はい、豚こま肉下味をつけます。ここに薄力粉下味4杯まぶしていきます。はい、ニンニクをすりおろしておきます。半かけ分です。はい、ではごま油を大さじ1ぐらい入れていきます。ごま油をたくさん使うので、あまり油のない豚こまがちょうどいいんじゃないかっていうことみたいですね。広げながら焼いていきます。はい、キムチを入れていきます。はい、ここに砂糖を小さじ1、醤油も小さじ1、お酒を大さじ1、はい、そして先ほどおろしたニンニクを。はい、こんな感じですかね。盛り付けていきましょう。はい、至高の豚キムチの完成です。はい、出来上がりです。至高の豚キムチです。美味しそう。ああ、今日も疲れた。よいしょ。では、一杯飲みましょう。今日は黒ラベルです。じゃん。
わあ、いい感じで告げました。では皆様、今日も一日お疲れ様です。乾杯。あー、うまい。ではでは、豚キムチ食べていきましょう。いただきます。うん、うん、おいしい。甘めですね。肉すごく柔らかいです。ということで、今日は至高の豚キムチを作ってみました。甘めですごく美味しいです。うん、うん、甘辛ですかね。皆さん気づいたかとは思うんですけれど、今週1週間7回連続バズレシピのリュウジさんの、レシピを参考に作ってみました。いかがでしたでしょうか。僕的に、クックパッドを見たり YouTube を見たりして、なんとなく料理を作ってるんですけれど、今回リュウジさんのレシピを使ってみて、いろいろ参考になりました。やってみて面白かったです。また今度リュウジさんのレシピを参考にいろいろ作ったりもしたいなとは思ってます。とりあえず7日間、自分の中で決めて続けてやってみようかなと思ってやってみました。皆さんにも楽しんでいただけていたら幸いです。そしてなんと今日は毎日投稿300日目でございます。1日に頑張っております。いや、もう毎晩寝不足です。本当は皆さんにお届けするのが、だいたい深夜になってしまうのが申し訳ないんですけれど、習慣づけるためにも必ず1本は寝る前までにはあげたいなと思ってやっておりますので、お付き合いいただけると嬉しいです。目標はとりあえず365日、もうちょっとですね、あと65日で。いろいろありましたね、はい、もしよかったら過去の動画なども見ていただけると嬉しいです。自分なりに凝った編集や撮影をして、徐々にグレードアップもしてるんじゃないかなと思います。そこら辺も楽しんでいただけたら嬉しいです。生配信の方もちょいちょいやっていきたいんですけれど、この編集動画の方で時間がかなり取られてしまって、ゆっくりみんなで乾杯するような生配信ができてなくて、ぼちぼちやりたいなと思ってますので、楽しみにしててください。よし、今日はこんな感じで、多分この動画も深夜に、編集がアップされてるんではないかなと思うので、皆さん
はようございますって感じかな。こんにちは、こんばんはですかね。はい、いろいろ楽しんでやっております。ぜひよかったらもっとガンガン面白いもの作ろうという僕のモチベーションも上がっていくので、高評価ボタンなども押していただけると嬉しいです。あとチャンネル登録されてない方いらっしゃいましたら、チャンネル登録もしていただけるとすげえ嬉しいです。そんな感じで本当に皆さんありがとうございます。まだまだ頑張っていきますので一緒に楽しんでいきましょう。それではまた明日。トシゾウでした。ありがとうございます。300回。やっぱりマヨネーズですよね、豚キムチには。でこれです、これ。めちゃめちゃうまい。これです、これ。すごく美味しい豚キムチなんですけど、これです。これはうまい。やっぱりマヨネーズですよ、豚キムチには。うまっ。うん、めちゃめちゃうまい。もうご飯にも合いますし、うん、ビールにも。おすすめです。